お、あ、来た。ここでしょ。いや、これ絶対前いうんちじゃん。よっしゃ、うんちして帰ろうぜ。うんちして帰ろうぜ。でも、ちょっとやっぱ、一番目立つとこに置いとこう。そんで。やっぱ。よいしょ。よし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 アキーナが眉にいたずらしてたからみたいな。そう、ダメダメダメ。だからあれもなんかメリークリスマスって言うだけ言っといて、眉が別にクリスマスまでマイクラしないのも、それは俺面白いと思ってるから。それはそれで面白いと思ってるから。うん。どうも。二次三次所属、バーチャルライバーの眉住海。どうぞよろしく。なんかね、置いてあったね。帰ってきたら、さっきのバンデラスさんとアキナとの三人のコラボを終わった後に、家に帰ってきたらこれがあった。え、誰か来たの？リューシェンさん。リューシェンさんと、エクスと、アルスぐらいしかここを知らないはずなんだよね。思いっきりコメントに書かれてるね。アキナなんだ。知っちゃったな。コメントのおかげで俺知っちゃったな。これアキナか。おかげさまで知っちゃったね。ろくなもん入ってないんだろうな。コメント出そうと思ってるんだけど出てこない。これはあれだね。伝書場と云々の議論が始まるね。あれですか？あれ、いつもと違う。ちょっと待ってね。ちょっと、しばらく伝書場との下りやっといてもらっていい？いつもの。俺、その間に、ここ修正するから。ちょっと、リスナーお気持ち表面雪合戦やってもらっていい？出た。ハトいらないっていうコメントの方が、電車場と注意する方もうんぬんかんぬん。出たね。このやりとり。今来た人、何事かと思ってるかもしれないけど、これは俺が望んでることだから気にしなくていい。どう？決まった？結論決まった？そのくだり。なんか、多分一年ぐらいずっとそのやりとりをみんなし続けてると思うんだけど、そろそろ結論出た？まあね、願わくば、あんまりない方がいいことだとは個人的に思うんだよね、その、ネタバレうんぬん、伝書バトうんぬんみたいな感じのは。でもまあ、ある程度しょうがないことだし、やっぱ、配信者側がうまく処理するから、その辺は配信者側がうまく処理するから、リスナーはあんまりそこに言及する必要はないんじゃないっていうのを、個人的には思うかな。というわけで、アキナからよからぬものが届いてるようなので、見てみよっか。マユイは黙ってて！ごめん、俺が口挟んで。配信者側からの意見出してごめん。視聴者側でね、やりとりやりたかったんだね、それ。なんもないな。一応見とけなんもないよね。何これは。
これ見て俺にどうしてほしいんだろう。何も催し物ってこと？置きたくないなぁ。ありがたくどっかに。ありがたくどっかに置いとこうかなと思ったんだけど。これ何？アキナがしてったの？脱糞してったってこと？俺の家で。勝手に。ここに。なんか巻いとこう。なんか、フレグランスの香りみたいなやつ巻けるやつないかな？せめて、あ、ここに花探しとこう。売れ弁しちゃったか、アキナ。犬だもんね。換気悪そうだし。